えー、宮台さん、この武器輸出三原則というのは、うん、佐藤栄作内閣の時に提唱されたんですね、そう法律じゃないんですよ。法律じゃないんですね。あのね強行採決はいけないというのも法律じゃないでしょ、うん、日本はねあの、この法律、あるいはですねいわゆるハードルールというふうにも言うんですけども、うんはい、とは関係のないね、このあうんの呼吸的な、うん、その前例踏襲。 の方向性とか、はいね、あるいは政府が言ったことをなんとなく守るみたいなね政府の方針とかね、ねあのこういうのっていうのは、実は国際標準ではないんですよ、うあのそういう意味では、ですねあの安倍内閣、あるいは小泉内閣あたりからそうなんだけれども、えええー、そういう従来のあうんのソフトルール的なプラットフォームを壊していく流れができているのでね。ええ えー、そういう流れの一環にこれもあるんだというふうに考えると分かりやすいですよね、はい、でもちろん安全保障上の利益がある国とは、あの国のことです、あの国のことっていう <laughs>、えっと、アメリカさんですね、アメリカの要求ですからね。かりました、はいはい